俺は峠で一休み。俺は峠で流れ星を見た。流れ星にお願い、もう一度会わせてください。俺の名前は大江金太郎、年は25歳、気ままなフリーターだ。俺は今日から京都の大富豪寺
寺山大徳邸の下働きをすることになった。格式ある家の人々の暮らしぶりは一庶民の俺とははるかにかけ離れている。一番下っ端のアルバイトの俺にもごちそうさま、掃除の仕方や洗濯の仕方、食器の洗い方まで格式ある礼儀作法が叩き込まれる。猫背ですな。失礼しました。ありがとうございました。気ままな生活をしてきた俺には勉強になるな。いや、勉強させていただきました。そしてこのお方が寺山大徳様のご令嬢、寺山玲子様でございます。御年20歳でございます。このお方の喋り方、笑い方など全ての身のこなしが清楚で美しく、そして高貴で完璧に霊法にかなっていると言っても過言ではありません。にもかかわらず冷ややかな眼差しを向けられるだけで、いっちゃいそう。この町には俺をゾクゾクさせる女の人がたくさんいらっしゃいますです。これぞ東洋の失われた神秘とでも言うのでしょうか。この町に骨をうずめようかな。今な。お嬢さん、すいません、ぶつかる。すいませんでした。お怪我していません？はい、大丈夫です。そう、よかったわ。ありがとうございます。すごい身のこなし。一体お嬢さん、こうしゃ精神がたるんでいましたね。はい。おら勉強になりますです。一体お嬢さんはどんなことを考えているんだろうな。あの瞳の奥で。あのお嬢さんがここにまたがって。いけないよ、そんなこと考えちゃう。でも体が勝手にこうやって、もう連絡でこっちで考えちゃう。こっちで考えちゃう。怖っ。お勉強になりました。お嬢様の使っていた湯飲み。
大家くん、はい、短い間でしたがどうもご苦労様でした。え、首申し訳ございません。そんな、どうしてですか。ご自分の胸に手を当ててお考えください。確かに。お分かりになりました。お願いします。もっとここで働かせてください。お願いします。離してくれ。ほら、まだ何のドラマも始まってないのに。首。しかしこういう首の切り方もあるんですね。勉強させていただきました。でも俺は諦めないぞ。ここにいればきっと、きっと何かが始まる。そんな気がする。と思ったけど思い違いかな。食料も底をついてきたことだし、今日一日何もなかったら出発しよっと。ファイヤーを交換して。お？お嬢さん、こんな朝早くに一体。何かある、間違いない。お嬢さんの着物。うわ、お嬢さん、こんな姿を見てしまったらいいのだろうか。あの流れ星で峠で見た、流れ星様、ありがとうございます。ここでもまた腰をくねらせてクレイジーなものを見せていただきまして、お嬢さん、良すぎます。ゾクゾクするってな、これがもう死ぬんだってな。見つかった。いや、お嬢さん、こんなところで。驚いた？驚きました。これは一体。いいわ、私の秘密を教えてあげるわ。誰も知らない秘密。どうせあなたはプー太郎、何を言っても誰も本気にしてくれないわ。私は人間の男に興味が湧かないの。特にバイクに乗ってる男は最低よ。だらしなくて偉そうなこと言ってるくせに、育児がない、勇気もない。だから
私はこのビモちゃんにしか感じないの。ビモちゃんって そのバイクにですか？そう、このビモちゃんに勝てる男なんていないわ。だってそうでしょ、自分が速いって自慢する連中も所詮は車やバイクに乗せてもらってるだけ。ガソリンエンジンの馬力に比べれば人間の力なんてちっぽけなもの。悔しかったらガソリン飲んで爆発させてみなさいよ。意味悪そうですね。このビモちゃんに自分の力で勝てる男なんて一人もいないわ。そりゃあそうでしょう。バイクが速いのよ、勘違いしてもらっちゃ困るわ。そうですね。立ってるわね。はい。やりたい？やりたくないといえば嘘になります。やらせてあげない。だって私はビモちゃんなの。やりたかったら私を乗せて走るビモちゃんを捕まえてごらんなさい。ささなら先に行くわよ。ダメだ、全然追いつかないよ。自転車で追いつけるわけないじゃない。頭おかしいんじゃないの。自転車じゃこの峠は半日がかりよ。気にならないといけないようね。行くわよ、ビモ。
私たちの走りをあのボケに見せつけてやるのよ。よしやった、あとは下り坂だ。この峠じゃ私たちに勝てる奴などいない。今日最高のエクスタシーをクズどもに見せつけてやるのよ。この130R、何度ここで感動の世界を味わったことか。何人ものバカをぶち抜いて私とあなたが美しく絡み合う姿を見せつけてやったわね。めっこ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 すぐにぶち抜いてあげるわ。このスピードじゃその直角カーブは曲がりきれないわよ。もしかして作りかけの橋をジャンプ台にして向こう側に飛び移る気？嘘、そんな漫画みたいなことできないわ。めちゃ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 、本当にやる気だわ。めちゃ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 、よし、ビモ、私たちも行くわよ。めちゃ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 、はっ、めちゃ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 。すごい、すごすぎるわ。あんたみたいな男がいたなんて。あんたはビモよりすごい男よ。すごい、すごいわ。でも死んじゃったらおしまいだけど。さあ、勉強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 。生きてる。大江金太郎25歳東大法学部中退、ただし全課程を習得したため自主退学。以来数々の職業を転々とし人生勉強中。待ちたくても待てないブレーキの壊れた自転車三日月号にまたがって今日も行く。将来日本を、いや世界をも救う男かもしれない。
見知りをよけて昼寝をしたら、肩に模様の顔になったよ。鼻血が出たら頭の後ろトトン叩くの。どうしてだろう、みんな知ってるの。教えて教えて、考えて聞きたいことはまだあるよ。袖まくりだす気が抱きしめて頑張って、疲れたらお茶にして少しずつ良くなるよ。お勉強オイルをマッサージしてやってもらうの気持ちいい。ブルーレンズちっちゃいんじゃん。お天体さんなんです。好きそうだもんね。なんか運動部でしたし、締めて頑張って、疲れたらお茶にして少しずつ良くなるよ。お勉強袖まくり出す気だけ、鉢巻き締めて頑張って、楽しいからできるはず、痛いのは初めだけ。これ曲が先ですか？俺は今アニメーションの制作会社でバイトをしている。仕上げの女の子ちえちゃん、顔は可愛いけどバディも結構いけません。でも怖いプロデューサーがやってきて大激怒。スケジュールを守らないと会社を潰すだって。パニック、やばいぜ、どうする。今まで俺が出会った女の子たち、皆さんお願い、助けて。ゴールデンボーイ最終巻、アニメーションは面白い。どうしましょうプロデューサー、このお話本当に間に合うんでしょうか。うわー、お勉強。